短い夏が終わりを告げようという頃、私は博士と歓声の中に帰ってきた。秋、サポーターを飲み込んだスタジアムで私は大きく深呼吸をしていた。冬、底冷えのする観客席で私は明日のヒーローを占っていた。そして春、私は大きな声で歌っていた。この思いが彼らに届くよ。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。エキシビションマッチをお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。中西さん、今日の見どころを一言でお願いします。両チームともタレントが揃っているので、非常に激しい試合が予想されますよ。なるほど。スタンドが大きく揺れています。選手入場です。ブラジル対アルゼンチン、勝負は見ものです。スターティングメンバーをご覧いただいております。まずはホームのブラジル、続いてアウェイのアルゼンチン。フォーメーションを見てみましょう。キックオフで試合がスタートしました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。画面の右側にエンドを取りましたアルゼンチン、反対側左にエンドを取ったブラジル。それでは試合の方を見ていただきましょう。あっと、ミドルシュートが、しかし外れてしまった。ブラジル先制ゴールならず。これは決めてほしかった。ロナウジーニ、右へ繋がればチャンス、流れを止めた。サネッティ、前方へ戻って受けます。5分経過、前へパスが通ればチャンス、スライディング、前オルテガ、どうするのか。素晴らしいスピードです。おっと、ここからクロス、シュート、ゴール！アルゼンチン、開始早々先制ゴールを奪った。あっけなく決まりましたね。
ただいまのシーンスロー VTR でご覧いただいております。アルゼンチン、しばらくは大事な時間です。ジューベウト・シウバ、縦に出します。ゆっくり回します。スペースへパスを、出た。これが通れば面白い。よくしのいだ。10分経過。バティストゥ、おっと左に出した。低いクロス、シュート。イースティング、マルコス、これは素晴らしい反応でした。アルゼンチン、左サイドからのコーナー、追いついた。よくしのいだ。バティス、サビに入って左足で、あた、よく止めた。これに合わせた。イエス、ゴール。アルゼンチン、ただいまのゴールシーン振り返ってみましょう。アルゼンチン、今日はいいリズムですね。らしさが出てきましたね。15分経過。ゆっくりとボールを待って、ここでインターセプト。さて中西さん、はい、ブラジルもっと攻めてほしいですね。引いてばかりいないで、もっとプレスを振っていくでしょう。ゴール、アルゼンチン、さらにゴール。ただいまのリプレイご覧いただいております。アルゼンチン、さあこれだけの得点差があればあとは守るだけですね。インターセプト、ショートパス、前方へ。9番、前へ来い。おお、狙ってきたが、しかし外れてしまった。20分経過しました。カフーと、ここで左へ。チャンスですね。今のはどうでしょうか。強烈なスライディングタックル、クリア。バティストゥータ、さあここで、おっと左に出した。もう一度激しい奪い合い、これは笛です。ヘッドで押し返す。さあ抜けていくか。おお、よく止めた。前半25分、前、んっと、インターセプト。サムエル、さて中西さん、はい、ブラジル中央突破が少ないようです。空いたスペースには気を配ってほしいですね。ロキジュニオール、裏をつきます。おお、シメオネ、ゼーロ、アルゼンチン、どう展開するのか。前半30分過ぎました。キリゴンザレス、チャンスですね。前方へ、アルゼンチン、ここでカット。カフー、前、センターに戻します。チャンスですね。つながればチャンス。チャンスです。ここで奪ってカット、縦に出します。止めた、守りきった。エメルソン、頭でつなぐ、前に送って、チャンスですね。前半あと10分です。ここにボールが出た。おっと、クロス、ルシオ、前方へ。ロベルト・カルロス、前へ。ロナウジーニ、パスが通ればチャンス。おお、中へ。そこだ、
が惜しくも外れました。カフーン。さて中西さん、はい、ここまでのボール支配率はブラジル 57%、 アルゼンチン 43%、 ボール支配率では若干上回っています。よし、ゴールを狙える位置です。あ、狙ってきた、セーブ。前半残り5分です。ベーロン、力強いドリブル。ロベルト・カルロス、前、お、縦へのパス。おっと、右サイドへ送った。カフーン、ちょっとこれは強引だったか。これはレッドカード、一発退場。いらないカードをもらってしまいました。壁は4枚。うわー、打ってきた、奪い返す。エメル、押し込め。ああ、足がかかりました。ディバス、前方にフィード、止めた。隙がないですよね。ロナウジーン、おっと前方に叩いた。うわ、抜か、ここからカウンター。ちょっと激しいタックル、チャンス。おっ、よくしのいだ。切り込み、うわ、抜かれた。さっきと同じ、これはキャッチ。ここで前半終了。アルゼンチン3点差で前半を折り返します。前半戦の第1戦、まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスはブラジル、前半2分。今日は成功法だけでは点は取れそうにないですね。ではこれはいかがでしょう。前半7分、ベーロン。今のプレー、違う角度からご覧いただきます。このプレー、前半14分、オルテガ。なぜそこにいる。続いてこのシーン、前半17分、バティストゥータ。今のシーン、別の角度から見てみましょう。次です。前半20分。さて中西さん、はい、さあ後半戦いよいよ開始です。アルゼンチン、ここまでのアドバンテージを生かすことができるんでしょうか。左へパスを通します。ファールを取られたようです。ゴールか。ピッチの外にボールが出ました。さあここでハイボール、おっとヘディングシュート、これはキャッチ。頼もしいですね。頭でつなぐ。カフーン、これが通れば面白い。しかしカット。後半5分経過しました。クラウディオ・ロペス、どうするのか。スピードありますよね。おっとセンタリング、いいボール、入れさせません。ここで折り返した、がっちり捉えた。さあここでリバウド、ロナウジ、うん、スペースへパスを出した、来た、中へ。もう一度ロナウジ、ゆっくりとボールを回します。後半10分経過。ルシオ、前方へ、いいですね、とここで右へ、いいですね、来い、流れを止めた。しかしカット、隙がないですね。ジュベウト、前へ。カフーン、前、じっくりとパス回し、お、左サイドに送った、打った、来た、ゴール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 。ブラジル、じりじりと敵に
まります。ただいまのシーン今一度ご覧いただいております。ここで選手の交代です。クレスポ後半戦ついに登場です。9番どうするのか。リバウド縦に出します。ペースを作ります。ロベルトここで奪って後半15分、エメルソンあっと前に出したと、ここで全部止めた。クレスポ再び取り返す、出た、力が入ってしまったか。惜しい、惜しい。ベーロン、オルテガ、後半20分経過しました。さあ抜けていくか、チャンスです。ハイクロス、ヘッドでクリア。ジンベウトシウバ、ここでファーに上げ、これはオフサイド。ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。あー出てますね。カット、左へパスを取った。オフサイドになりました。今のオフサイドシーンをスローでご覧いただいています。これは微妙でしたね。エジミウソン前方へ、止めた。ブラジルなかなか得点できませんね。中西さん、はい、ボールを支配していても勝てない時があるんですよ。これもまたサッカーですね。後半25分経過、いい、ね、取り返した。いきなり打ってきた、イスティング、頭でつないで、ロベルト・カルロス前に送って、あっと縦に出した、いい守備だ。これはいいカバリングですね。カフー前方へ、これが通った。これは入ったか、サイドネットでした。アルゼンチン、このまま逃げ切れるのか。サムエル前に出す、ヘッドで落として、どう展開するのか。チャンスですね。クレスポ巧みなボールコントロール、じりじり前、裏をつきます、センターに戻します。ブラジル、チャンスですね。振り回す、うわ来た、おっとシュートできた、キーパーの正面です。後半35分をすでに過ぎました。ロベルト・カルロス、おっと前にはたいた、いいですね、パス、チャンスですね。後ろに戻す、ねじ込め、がしかし外れてしまった。選手の交代が行われています。さて中西さん、はい、アルゼンチン左サイドを攻め込まれています。外で張ってる選手があまりいないので崩されてるんじゃないですかね。小さく蹴り出す、あと5分です。ボールを足元へ、サビに入ってよく止めた、いい、おっとこれを前、おっと右に出した、9番が惜しくも外れました。頭で落としてショートパス、右、ロナウジーニ前、おっと右に出し、あっとミドルシュート、弾いた、よくしのいだ。ロスタイムに入りました。ルシュ、あっと前、しかしカット、ここでカット。クレスポチャンスですね。
再び取り返す。ここから大きなクロス。エジミウソン。試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。アルゼンチン。内容的には互角でしたが、手堅くゴールを重ね、勝利をものにしました。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン。この試合初めてのチャンスはブラジル。前半実に残念です。残り時間も少なくなってまいりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。